それでは調理していきましょう。ピーマンとさつまいも、生姜と枝豆、あとまあホイップクリームなんですけど、まあ名称は同じなんで、乳糖主料原料とする食品、これを使っていきます。じゃあまずはこの2つ使っていきましょう。さつまいも皮を剥いて刻みました。これを温めます、レンジで。温めてる間に生姜をすりおろします。チューブでは感じることのできないすごい爽やかな匂いしますね。温め終わったさつまいもを潰していきます。でこれにいろいろバターとか砂糖とか加えていきますね。温かいうちにバター、それに塩、そして砂糖入れます。そしてここでホイップいきます。ちょっとずつね、滑らかになるまで。焦げ臭いな、なんかだいぶ滑らかになってきましたね。でバニラ、バニラ、バニラ、バ。いや、本当は卵使いたいんですけどね。ルール上使えないですからね。はい、形成しまして焼いていきます。残りこれですね。はい、作っていきましょう。ピーマンを切りまして焼いていきます。ここに生姜、あと醤油とみりんと砂糖と酒を混ぜたもの、よし完成でいいかな。はい、できました。枝豆とピーマンの生姜焼き。そしてスイートポテトできました。缶で作りました。はい、味は全然わかりませんが食べてみたいと思います。いただきます。生姜焼きのタレの味はすごいちょうどいいです。で枝豆も美味しいけど、ピーマンはなんか違う気がしますね。肉が欲しい、てか肉が必要。まあ、ご飯にかけても美味しいと思いますね、これは。では、スイートポテト。作ったことないんですけど、てかスイーツをほとんど作らないんで、果たしてこれが正しい作り方なのかわかんないですけど、いただきます。これはかなり美味しい。もう卵があれば多分もっと美味しくできたんでしょうけど、まあ、限定の食材だったんで。これは甘いね。甘くて重たいんでですね。まだ今追加で3つ焼いてるんですけど、これ1個で十分かな。バニラの香りもしっかりするし、これは大成功。これは10点満点中3点ですね。あんまり美味しくない。これ一つでは成り立たない。肉かご飯が欲しいですね。で、こっちは10点満点中、8点ですね。もうちょっと滑らかさがあれば、最高に美味しい。あと重すぎる。けど美味しい。口の中結構甘ったるいんで、これとか合いそうですね。追加で焼けました。ではこれで食べてみます。95%。うん、そのまま食べるより全然食べやすいですね。まだ酸っぱ苦いですけど。
というわけで今回、ラスジェネータクッキングは終わるんですけども、まだまだ危険な状態が続いてるので、まあ、気をつけて行動しましょう。私も病院で働いてて休めないんで、まあ、気をつけていきたいと思います。